い、というわけで本日は東京 MX からのスタートになりますが、なんで東京 MX からのスタートなんですか？あやちゃん、窓の外をご覧になってください。窓の外、江戸時代にはここに江戸城がありましてね、はい、この江戸城を中心に江戸の町が作られていたわけですよ、うん、で実は、江戸時代の中頃に江戸の人口というのは100万人突破します。あ、そんなに多いんですか？はい、これは同時代の世界の中でも最も多い人口を抱えた都市だったということなんですね。江戸が世界一の都市だったんですよ。すごくないですか？すごい。ということで本日は江戸の都市計画について学んでいきたいと思います。気になりますね。参りましょう。はい、行ってきたいと思います。1590年徳川家康が江戸に入府し、260年以上続く江戸幕府を開くための都市計画を進めます。江戸の町はインフラや土地の整備などが進められ、人口がどんどん増え、世界に誇る巨大都市となりました。今回はそんな巨大都市、江戸の都市計画について学んでいきます。はい、というわけで港区立郷土歴史館の前にやってきました。ホーリーさん、ここで江戸の都市計画について学ぶっていうことなんですか？はい、こちらの施設には、はい、江戸の町がどのように変化したのかということが分かる、うん、ある装置があるんですよ。早速参りましょう。わかりました。じゃあ向かっていきたいと思います。港区立郷土歴史館は昭和初期の建物をリノベーションし、港区を中心とした歴史資料が数多く展示されているんです。そんな施設に江戸の町の変化を学べる装置があるそうなんですが、この奥、はい、わー、すごーい、すごいですよ。見えます？すごいでしょう。はい、あやちゃん、こちらはね、港区を中心に東京の町の変化が一目でわかるプロジェクションマッピングになっております。プロジェクションマッピングね。こちらは3万年前から現代までの歴史を学べるスポット。徳川家康が江戸に入府した1590年頃、江戸城近くまで海が迫り、葦の生えた湿地帯や荒れ地が広がっていました。街道とお堀を整備し、1600年前後には山を切り崩した土で日比谷にあった入り江を埋め立てて江戸の地盤を整えました。1640年頃になると参勤交代で地方大名が江戸に来るようになり、大名屋敷をはじめ多くの建物が建てられるようになりました。しかし1657年の明暦の大火で江戸の町の大半が焼失。その後江戸の町は復興してゆき、江戸はさらなる発展を遂げたのです。都市の形が変化するときに、こういった火事であったりとか災害っていうのは非常に大きなポイントになるんですよ。災害をきっかけに街づくりがどんどん広がっていったってことなんですか？そういうことになります。というわけで続きましてはですね、江戸の都市計画というものに影響を与えた災害をね、ちょっと注目して見ていきたいと思います。はい、続いては江戸の都市計画に影響を与えた災害について学びます。あやちゃん、ご覧になって、下のガラスケースにある本の資料、はい、はい、これ何の資料だか分かりますか？安政検問誌って書いてます。なんかお家とかがこう崩れちゃってる絵が書いてありますね。あやちゃん、これはね、はい、江戸で起こった最大級の直下型地震、安政の大地震に関する資料なんですよ。へえ。安政の大地震は1857年に起こったマグニチュード7レベルの江戸時代で最大クラスの直下型地震。江戸市内でおよそ1万人の方が亡くなったと言われています。仏像だったから大変だ。さらに江戸での災害は地震以外にも。こう江戸の災害っていうと地震だけじゃなくて本当に火事。
火事の影響というのが大きくて、それこそ都市計画に大きな影響を与えたんですね。年にね、私も数えたことがあるんだけれども、はい、大体2回ぐらいのペースでどっかで大きな火事が起こってる。結構多いですね、年に2回ってなると。あやちゃん、こう火事の資料を今度は見てほしいんだけれども、はい、向かって左側の武蔵アブ見ましょう。明暦の大火のことを書いた絵なんです。あ、なるほど。1657年の明暦の大火は、3カ所から出火した炎が2日間かけて江戸の町のおよそ6割を焼き尽くしました。火災による死者数はおよそ3万人から10万人以上とも言われ、歴史に残る最大規模の大火災だったんです。巨大都市であるがゆえに、その火事のリスクというのも高かったと。なるほど。一回ついちゃうとどんどん広がっていっちゃうから、それだけ火事も大きくなっちゃうってことなんですね、うん、続いてはそんな大災害を経て作られた当時の都市計画が分かる場所へ。はい、ということで隅田川に架かる両国橋にやってきました。明暦の大火学びましたけれども、はい、あの火事が起こった江戸時代初期というのはこの両国橋かかってはおりませんでした。かかっていなかったから多くの人が、まあ、炎から逃れて隅田区方面に向かったわけなんですけれども、隅田川がかかってますので、これが行く手を阻んで多くの方がここで命を亡くなったなんていう話がありましたよね。そもそもこの時幕府は隅田川に架かる橋っていうのは千住大橋1箇所しか認めてなかったなんていう話があります。なんで隅田川には千住大橋しか架かっていなかったんでしょうか。将軍を狙って他の人たちが向かって襲ってこないように橋の出入りを1箇所にしかしてなかった。でしょ。さすが江戸県3級のあやちゃん。江戸幕府は明暦の大火後に武蔵の国と下総の国を結ぶ両国橋を架け、続いて新大橋、永泰橋、吾妻橋と隅田川に計5本の橋を架けたんです。このようにして隅田川に橋が架かったことによって隅田川の東側のエリアの都市開発が進んでいくということになるんですよね。火事をきっかけに橋をこう通して、はい、まあ、町がこう発展していったっていうことですよね。その通りなんですよ、あやちゃん。さらに橋を架けただけではなく、こんな対策も。どん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 人を呼んで、住宅が密集してって、それで発展をしていたんだけれども、余白がなかったから何かが起こった時に逃げ場がない町になってしまっていたの。延焼しないように建物を建てない広場エリアを作ったんです。明暦の大火の前と後を比べてみると、両国橋付近にあった建物がなくなっているんです。これは両国広小路といい、火事で建物に飛び火しないようあらかじめ建物を作らない火除け地を設けたんです。このような広小路は両国以外にも浅草、下谷、上野などにも作られ、上野広小路は現在駅名としても使われています。大変なことがあったから改めて作り直していこうということで、なるほど、明暦の大火以降は広小路ができた。これがまあ引いては現在の東京にも実は受け継がれているんですよね。もし火事が起こったとしても対策ができてるっていうのはすごく安心すると思いますね。ここでちょっと一息、こまちランチテイクアウト編。今回は両国橋すぐそばにあるこちらのお店をご紹介。土壌ののれんが目印の桔梗屋、早速お邪魔しましょう。いらっしゃいませ。3代目のご主人堀木さんがお出迎え。創業80年以上の歴史があるこちらでは、看板メニューの土壌鍋やうな重など多くの川魚料理を提供しているんです。そんなお店で今回テイクアウトする料理とは、生けすから取り出されたのがこちら、なんとナマズ。今回は
こちらの立派な日本ナマズを使った料理です。確かにない。江戸時代、ナマズは地震を引き起こす生き物と信じられ、安政の大地震以降、ナマズをモチーフにしたナマズ絵が大流行したんです。さらに江戸時代の料理本には、蒲焼きや汁物などでナマズを食べていたとの記録も残っています。そんなナマズのテイクアウトグルメとは。泥抜きされた新鮮なナマズをその場で調理。淡白な白身にはビタミン E やビタミン B1 が豊富に含まれていて栄養満点。はい、できました。お店の季節限定メニュー、ナマズ鍋。江戸時代にも食べられていたこちらの料理、淡白なナマズの身に甘辛いタレが染み込んで豊かな味わいに。ナマズの皮にはコラーゲンがたっぷりで、美容にも嬉しい一品です。両国にお立ち寄りの際はぜひテイクアウトしてみては。続いては江戸の都市計画で作られた町の中でも特に発展した場所、深川の富岡八幡宮にやってきました。深川地域の都市計画に、実は富岡八幡宮非常に重要な役割を果たしていたんですよ。へえ、どんな役割を。はい、早速詳しく伺いに参りましょう。はい、わかりました。じゃあ向かいたいと思います。ここ富岡八幡宮は深川地域の発展に大きく関係しており、資料館には深川の歴史を学べるものがたくさんあるんです。ゴンネギの松木さんにお話を伺いました。この富岡八幡宮は1627年に創建された神社なんですけれども、はい、実はその頃の深川というのはですね、ちょうどこの地図ご覧ください、はい、周りはですね、海だったんですね。あ、周り一面海ですね。そうですね、小島が点々とする干潟の地帯だったんです。で、富岡八幡宮もこの永泰島という小島に創建された神社なんですね。で、その後江戸が人口が密集してまいりまして、はい、うん、新しい土地を開発しなければいけないということで、幕府が目をつけたのがこの深川の土地なんですね。そこからこう埋め立てをしていったってことなんですか。はい、そういうことなんですね。で、結局深川は江戸の暮らしを支える町として発展していくことになります。江戸の人口増加に伴い、生活エリアを広げるため、深川周辺の埋め立て工事や都市開発が進められていきました。そんな埋め立て地でできた深川に、人を集めるための仕組みがあったんです。で、まず一つはやはり富岡八幡宮という信仰の拠点ができたことです、はい、信仰の中心地となった、うん、もう一つはやはり娯楽の中心地となったということがあります、はい、例えば幕府はですね、まず八幡宮の周り門前町を作ることを許可しまして、はい、その門前町に茶屋を置いたんですね。茶屋、うん、で、茶屋に皆さんが集まってくる、はい、例えばこちらの絵をご覧ください、はい、こちらはですね、一の鳥という鳥がありまして、はい、ここが当時の富岡八幡宮の入り口になります。本当に茶屋で賑わっている様子が分かると思いますね。たくさんの方がいらっしゃいますね、はい、実はこれ吉原仮宅の図という図でございまして、はい、新吉原の仮店舗をですね、はい、特に深川にたくさん設けたんですよね。あ、そうなんですか、はい、で、ここに実は遊女がですね、格子越しに出てますよね。はい、吉原でってなると、はい、特に男性の方は遊びに行きますよ ね、はいはい、まあ、すね。さらにもう一つ深川に人を集めた仕組みがありました。そうしましたら次に、ね、深川で発展したもう一つの娯楽について紹介したいと思います、はい、こちらなんですね。あ、肝心相撲なんですね。神社や仏閣をですね、建てるためのお金を集めるために行うのが勧進相撲なんですけれども、幕府の許可を得た勧進相撲が初めて行われたのがこの富岡八幡宮の境内だったんですね。そうなんですか。そこでまだ100年ほどですね、本場所が行われまして、その後両国に、まあ、本格的に移っていくということになります。堀さん、ちなみに相撲とその肝心相撲の違いってあったりするんですか。お相撲自体は江戸時代よりも前から行われていたんですね、はい、
でもそれは辻相撲っていう形で町中で行われていました。もちろん土俵なんかもないし、ルールも決まってないから収集がつかなくなっちゃうんですね、でも喧嘩沙汰にもなるからっていうことで禁止をされていたんです。ルールのもとに行いましょう、それだったら許可しますよっていう風にして始まったのが勧進相撲なんです、じゃあもうここから江戸の方々は相撲を見る機会が増えたってことなんですね。はい、相撲の聖地です。ですから深川が発展した背景には信仰と娯楽というものがあったんだと思います。やっぱりこう埋め立てだけになっちゃうと人がこう集まってこなかったりとかしますけど、娯楽がたくさんあったからこそ人が集まってどんどん栄えていったということなんですね。人々に安心と安全、信仰と娯楽を提供して繁栄した江戸の都市計画について学んだあやちゃんでした。